いよいよ今回から3日目に突入します。まず朝一でですね、お寺巡りからスタートします。ですね、ロイヤルテンプルって言って、お寺の名前で言うとブレアンチェ・ブレアンチョム寺院っていうところらしいんですけど、まあお寺があって、そしてカンボジアの国王の別荘にもなってるそうです。続いてやってきましたのがワットプレアプロムラットという、割とセムリアップの中で有名なお寺のようですね。大体お寺とか遺跡関係は行きたいところは全て回ったので、あとは街の散策とか撮影をメインに散歩していきます。ここは CKS ライブラリーという場所なんですけども、お寺かなと思ってたまたま間違えて入ってきたんですけど、これどうやらカンボジアにある NGO らしいですね。中はなんか公園みたくなってて、とても中が広かったので、ちょっと休憩させてもらいつつ写真撮影なんかをしてました。シェムリアップはですね、なんとも言えないこの田舎すぎない田舎感というか、ちなみが写真的にも面白かったんで、トゥクトゥクとかバイクが行き交う様子を見てたり撮ったりするのがとても楽しかったですね。またタイともやっぱり違いますしね、まあプノンペンとかだとまたちょっと違うのかもしれないですけど、すごく街並みが独特だなという感じがしました。結構まあここまで歩きっぱなしだったので、ここでカフェに入って休憩することにしました。お店の作りがですね、全体的にウッド調で、1階も2階もテラス席があって、とてもおしゃれなカフェでした。この大棒チルって今話してるのは、でもうまいよ。
第3話に出てきたアンコールクッキーのココナッツアイスのことですね。あっちの方が美味しかったっていう話をしてるんですけど、いやあれは本当に美味しいんでめちゃくちゃおすすめです。昨日のやつの方がうまいけど似てる。お土産屋さんとして定番というかかなり有名みたいなので、ぜひ寄ってみてください。でカフェで休憩中に突然のスコールですね。これが結構長い間続きまして、まあ雨が収まるまでちょっと長居をさせてもらったんですけど、雨が上がった後は、次回に続きますね。3日目のパート2、次回はなんと最終回になります。シェムリアップの街とラッキーモールを中心に散策します。